3匹か。引かれるなよ。いいですね。元気だ。美味しいでしょ。そっち、そこにあるよ。そこにある。そっちにもある。そこイカそうめんは美味しいんだから。最初分かんないかもしれないけど、噛んだら美味しい。ほいほい、噛めば噛むほど美味しいからね。噛んで噛んで、噛まないと分からないよ。美味しいでしょ。ちゃんと噛み切らないと喉に詰まっちゃうかもしれないよ。あ、でも食べてる食べてる。ちゃんと噛めよ。ちょっと俺より早いじゃん、飲み込むのが。子供にもあげなさいよ。子供にも、あっちの子供にもあげないと。子供たち用にさ、子供たち用に、あっちそっちそっち投げるよ。よいしょ。猫もイカそうめんが好きなんですね。人が来ましたよ、人が。はい、逃げて。車の下に隠れましたね。では次はどこのイカそうめんを食べさせようかな。ファミリーマートがいいですか、それともセブンイレブンがいいですか。ファミリーマートにしましょう。ファミリーマートのイカそうめんを今度は揚げてみたいと思います。さあ食べるでしょうかね。
そう、あと3、あとちょっと、あとちょっと。そう、あと30センチだね。その辺その辺。どうですか？ファミリーマートのイカそうめんは。大丈夫ですね。大丈夫だ。大丈夫大丈夫。大丈夫ですね。もうないですよ。もうないです。ないです。どこ行くんですか？ちゃんと子供たちの面倒見なさいよ。どこ行くんですか？お母さん。子供たちを置いてどこ行くんだよ。子供たちは車の下にいます。お母さん猫はなんか喉でも渇いたのかな。